ヘイヨーケンスマッシュです。最近読んでくれていくんですけど、今日はですね、もう煽り能力が最も高いスタンプがですね、今シーズン実はあります、それがですね、こちらのイベントページの下にある、チャンピオントリプルドラフトチャレンジというものがあるんですけど、このスタンプです。いや、これはですね、もうぜひとも獲得したい、スタンプなんですが、トリプルドラフトで、チャンピオンが必ず含まれるよって言ったところで、まあ、トリプルドラフトのね、まあ、攻略方法を、教えていこうかなと思います。ということでやっていきましょう。まあ、トリプルドラフト、まあ、呪文が大事になってきますね。で、チャンピオンが絶対来るっていうのを前提に立ち回っていきたいので、まずこの3枚の中でも、まあ、文句とか来た時に、まあ、強くできるようにザッピーを取っていきましょうみたいなね。大体はスケドラかウィザードとかかな。で、まあこれね、呪文はね、ポイズンが一番強くなりました。はい、リトルプリンスに対して強いので。で、これライトニングです。こっち。はい。ライトニングで、ちゃんとリトルプリンスを初期することを考えたデッキにしたいですねっていうところですね。で、リトルプリンスに対して弱いデッカードは選びづらい。ウォールブレーカーもまあ見えはするが、まあここ正直何でもいいね。まあ、ホグにしようかな。ホグで、ライト迫撃か、メガナイトか、スケラーで、デリバリーで、あいつを、リトルプリンス処理してもいいんだけど、まあ、タルババにしようか。アイスピにしましょう。で、ゴブリンとかいて、リトルプリンスこっちに来たってことは、選びましょうか。ノータイムで。アチャクイとかがいたなぁ。まあ、ヤギゴブとかで、ガゴとかいて、はい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 、これでいいかな。オッケー。まあ、要は、リトルプリンス取られたときに、対応できるカードがあれば、オッケーっていう話ですね、これ。バルキリーで守って、飛びでね、ちゃんと選ばれてる。トリトンまでは、行かれてないかな。まあ、しっかりと飛びで取られてるんだけど、まあ、こういうなんかドラフト系って、要はその、高回転にできないんですよね。なので、トルネが次のホグに間に合うとは思わない。そういったところから、ホグライダーを選択していきました。これは相手ね、防衛施設も切ってて、ポイズンで、ちゃんとポイズン選んできましたが、ホグ。トルネやっと回ったかなぐらいだよね。で、ポイズン使ったらザッピーが強い。まあ、バルキリーまで使って、しっかりと守っていきましょう。え？まあ、それ。そのスケドラの振り向き、ちょっとケアできなかったな。で、めんどくさいのが墓石になるな、こうなると。タルババなので、墓石がちょっとだけやだね。まあ、ここはリトルプリンス後ろからかな。主軸なんだろうな、相手。ポイズンを打ってくるでしょ。で、逆サイド一応攻めとく。逆サイド攻めとく。トルネまで使った。バサイル。ここ、高回転で回したいね。ザッピー出して。前プリばっかしてくるんで。こうかなー。これ結構入りそう。オッケー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 。リトルプリンスこれ届くかな。左ライトニング打ちます。で、スキル打って、激アツ墓石とかした。で、ここ、ちょっと、ゆっくり行こうか。ゆっくり行きましょう。バルキリー出してあげて、これは、ゆっくり守る。で、ホグは飛ばす。なんか今、角つかんかったか？ライトニングで削っていっちゃう、これ。で、スキル使っといて、
スケキンかな。スケが飛ばされる前に、うん、これまあロリババで守っちゃおう。でこれで守りきれると思うんで、ホグこれに使われる。嫌がれそうしていくよ。墓石しかなくて今トレネ使った後だからね、これ割と止まんないと思う。スケドラかな、一発入れてほしいね。 OK、 二発入れてもいいよ、素晴らしい。そしたらあとハシマイプリンセスとスキラだけをケアすればいいので、オッケー、ヤギゴブが強い。でライトニング削り、スキル使う、勝ちかな。ライトニングでよし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 、まあ、今回はねリトルプリンスがこっちに来たからまあ割と楽には勝ってたんだけど、ホグ対策でカード取られてもかったりっていうところだね。もうちょっとうまくいきたいな。これガゴムレが実は強くて、リトルプリンス対策に対して。なのでガゴムレをちょっとピックしていこうと思います。相手フェニックスかな、フェニックスか、マジアチャだけフェニックスだと思う。おお、リトルプリンス来たらもうノータイムですね。で相手はマイティか、まあ文句いろいろあるけど、ヤナメまでこっちに来た、まあウッドだな。そしたら雪玉ザップ、雪玉ザップだよね。なのでザップとかはやりごみに対して強いんで、まあほぼノータイムなんだけど、一応メガゴとかプリンセスがロケットし、ロケットしか一番大丈夫かな。ウッドレージもまあ見えはするな。まあムートにしようか。これはスパーキー U のスパーキーで積みたくないんだよねこっち。なんで工場にします。これで呪文はポイズンかな。ライトニングファイブ、うん、ウッド、いやーこれアウトロー強いけど、ちょっとゴーストでいきましょう。アウトロー強いんだけどちょっと重くなる可能性があるんで、ゴーストでいこうと思います。でウォールブレイカーバレルだったんだ相手の主軸が。あと1枚ね、ごめん、なんだっけな、なんか見てたけどそんなに問題なそうだった。多分ウッド持ってることによって割と大丈夫だと思う。キング起動しちゃいたいな。ギリギリできねえか。ギリできる？いやそれは嬉しい。でこれポイズン、ネクロをちゃんと取ってきたね。でロケット押しもいるんで、ガゴムレに対してまあ強いカード持たれてはいるんだけど、ササギはすぐでしょう。マイティリトルプリンス出します。呪文なんだろう、ファイブとライトニングどっちを取ってるかだよね。ロケ砲、あそうそうバルーンだ。まあでもフリーズじゃなければ、ここはこれだけで守ってあげていいよ。ステイ、こういうガゴムレ工場でいきたいな。ロケ砲早いね回転が、まあ、トビネまで使ってくれたが、ここウッドだけで守ろうかな。はい、よし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 、まあ、対空はガゴムレだけで基本的には守れそうだね。バルーンはリトルプリンスが超強いんで流し毒ファイボかなんだろう、それだったら問題ない。スキルを使って
この両サイズ目が強そう。おお、ちゃんとフリーズなんだ。それいいね。それは結構デッキとしては強い気がする。ただ今回はね、対空ガチガチにしちゃってるから、矢の雨が相手の方に出現してたとしても、こうピックするから、俺がゴムレ、それでバルーンが刺さなかったけど、おすすめですよと。ガゴムレがちょっとおすすめ。まあ、リトルプリンスに対して超強いってのもいいよね。よし、次行こう、次。俺もこのスタブマジで欲しいんだよな。ファイブロケットル、あれはもう絶対ファイブ。で、相手はライトニングかポイズンですね。まあ、ポイズンがほぼ濃厚。なので、こればかりは、両方耐えるベビドラをピックしていきたいね。両方耐えるベビドラをピックしていきたい。あー、フェニックスありだね。フェニックス取りましょう。で、ホバがいて、矢の雨ファイボで行くか、ウッドファイボで行くかだよね。まあ、ウッドにいいな、これ。アーチャーとかいなかったしね。まあ、ラバだな。ファルチャもいなかったし。ボールブレイカー、スケーラ、ゴブジャイ。いや、ここ悩むなぁ、マジで。マイティでもいいし、でもエレキとザッピーがいたんだよね。まあ、スケキンかな。で、相手は、リトプリがいる。まあ、スケブだね。スキヒースピーとか言って。おーおーおー、ペッカは取れないね。ボムタワーかババ小屋。ポイズンあったもんなぁ。まあ、ボムタワーかな、コスト考えて。インフェ取られてたら、まあちょっとはしんどいな。インフェ取ってんのかな。ショテラバしても1、ウォールブレイカーか。なるほど。まあ基本的にはリトルプリンスは取られてるだろうね。これベビドラで、ゴリゴリ来てはいるか。ちゃんと呼んでくる。ここ一回ラバ受けから行きますか。火力が高いな、マジで。インフェではないね。ボムタワー取ってるから。ボムタワーじゃねえ、オーブンか。これは、まあ、ファイブウッドでリトルプリンス飛ばせるから、それで持ってくのが一番いいかな。いいウッド入りました。スケブスケキンも、まあ強い。スケキン後ろから出しとくか。ゲブ出していいな、これ。これ割とマジで超強い。スキル使ってくんねえかな。使ってくれたけど、どうだこのスケの脇は。いや強すぎだな、普通に。ボムタワーで守るか。射程外になってしまってる。アウトで、ここラバだね。まあ、あと形組むだけで勝てそう。オーブンはほっといておくて、あいつだね。こうかな。先にファイブ打つで、ソウルコールで使わせて、まあ、これは無視でいい。で、まあボムから、今のところはねスケブ読まれそうだったので、
でしょ。しっかり、おっと、ファイスピーが飛んだのか。しっかりとね、スピキンで、この回収して、ウッドがないからね、相手は。もうこのなんか、ソウルコールがダリーといったところで、ラバの綺麗なデッキが、組めました。まあ、これは、運が良かったのもあるかもしんないけど、いいでしょ、いいでしょ。さあ、次行こう。あと2試合ぐらいかな。ラバ、ジャイ、クロス。まあ、クロスがしょっぱいよね。ジャイもしょっぱい。ラバで行きたい。気持ちはある。が、まあ、柔軟性を求めるなら、ジャイなんだよね。ジャイで行きましょう。で、ゴレか、スケラかラムでしょう。これかスキラグラムだよね。ファイボー。まあ、矢の目もたれた時にアーチャーがしょっぱいから、ここはアイスウィズでいきましょう。はい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 。これかスキラグラム。まあ、マスケかな。これはノータイムで選ぶ。マイティとかモンカあたりがだるいね。文句取られる可能性考えるとあんまあれでいけねえな。オーブン五分買いにしよう。で穴あめ取ってウッド取られるでしょう。でファイボライトニング、ライトニングかな。ライドラとかいたしね。まあ、マイティとかのリセットも考えるとライトニングがいいかなっていうとこでこのデッキにしました。まあ、これ見るとラバじゃなくてよかったなと思うね。ジャイの柔軟性でよかったんとチャーンってなってはいる。リトルプリンス出しましょう。ウルフがめっちゃ走ってる。できるだけ削る。でババ小屋はまあアイスイスの分合わせればいいかな。まさかの小屋対決。いやまあマスケでいいな。マスケ合わせて、このロケット押しからこれ大事です。あいつがねとにかく悪い動きしてくるん で相手はこのマスキにもエリクスは使わないといけないから、ここはジャイは一旦やめましょうね。マイティがいたら終わっちゃうんで。よしよしよし、使わせた使わせた。これリトルプリンス出してなんかアイスビスに届くかなと思ったけどそうでもなかった。オッケー。まあまあみんな分かってきたっしょ。そのリトルプリンスがあったら選べばほぼ勝ちだし、カードパワーでね。なかったら、まあなかった時のことを想定してデッキを組みましょうよって話です。まとめるとババ小屋、いうので守る。いやなめ、アイスウィズが強い。まあ相手もねしっかりと処理はしてくるんだけど、これライトニングも打てるんでいきましょう。ここはスキルとユニットで防衛したゲーの GG ですね。 OK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 。 スタンプまで折り返し地点ぐらいまで来た。ラストやりましょう。ラスト、まあ、こんな感じの要領です。はい、ちゃんと忘れないうちにこのワイルドシャードだけ。やっと6枚集まりそうだな。次のシーズンで6枚か。
マジで進化迫強に使ってから持ってんのかだと、おーすごいこれ。まあ取りますね。で、圧着いいか、文句でしょう。まあ両方に対して強いフェニックスかな。小物が多かったから矢の飴取りたいね。縦線が強そうですかね。はい。うん。ドラドラドラだったね、これが強い。ドラドラドラに対しても強い。これライトニングを取っていく。相手はポイズンファイボー。まあ、エリポンもあり、正直、スケとか言っていたもんな。まあ、言うのでもいいか。これも何でも。おー、ボーラーがいて、ドラドラドラ系でしょう。で、まあ、ホグだな、ライトニングと組めるのは。で、最後にニコス呪文でしょう。矢の飴は来なかった。まあ、ウッドになるかな。え、細かいの多かったな。ちょっと待てよ。いやー、まあ、悩んでウッド。というのも、ガゴとかがいたんだよね。で、こっちライトニングだから、ガゴとかに強くするために、その、雪玉とかザッペラオかなと思ったけど、まあ、フェニックスがいるから、まあいいかなっても思っちゃった。スケバレと、あれ、あいつか。でね、そのスケバレって、小物枠なんですよ、この縦線の。だから、スケバレ選んでイコール、陸受けが1個少ないっていう、まあ、結構ね、致命的な弱点なんだよね。スケバレピックは、本当にデッキの完成度が高い時にやるぐらいしかない。結構選んじゃうと自分の組を締めちゃうことになっちゃうからね。このポイズンは美味しいね。スキル使うつもりもなかったし、今ウッドで守ってから言うの、タイミングかぶったのは嬉しい。おお、結構受けてくるね、端前で。マスケ出してあげて、グッドゲーム。本当ですかそれ。まあ出すか。なるほどね。これポイズン打ちたそうなタイミングでホグ投げ飛ばすか。よし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 。スケキンのスキル使いますか。使おうとしてたね今。またボンバー受けとかですか俺。そういうわけではない。あとはまあきっちり防衛して勝ちか。まあ、デッキ勝ちではあるなこれも。ポイズンだから、このマスケとね、ギトルプリンスどっちか突破できないしね。まあ、ライトニング防衛もあるしで。なるほど。こうやって守ってあげて。スキルまでちゃんとね、お披露目。強い。いや、リトルプリンスがね、まあ強すぎる話ではある。まあこれスケラなのを見ると、ウッドにして正解だったか。こういうのもギリ守れそうだしな。さあ、グッドゲーム。もう一試合ぐらい届くか。みんなね、やっぱ、トリプルドラフトは見てるだけ見てるといいと思うんで、ピックを参考にという意味合いも込め、ラストいきましょう。ラムクロス、スケラか。割とスケラ言ってもいいんだけど、これラムライダーでさ、そのゴブシェイとバルーンは止まってんだよね。しかもバルーンというタクを消せんのが嬉しくて、ゴブシェイとラムでしょ。で、これゴブシェイを消すために、大砲で行きたいんだけど、一応その、ミニペとかラ、あいつのゴリ押し怖いんで、ゴブ折りできます。
バルーンとラバもいたな。ラバいたんで、これライトニング採用だったらあれなんだけど、ライドラで行きましょうか。ライドラで行ってあげて、あとゴブシャイト。これボーラー強いんで、ボーラー行きますね。あー、デリバリーはいらねえな。うん。ハイト、ウッドと行き止ま。おー、また来ちゃった。ごめんね、なんかみんな。俺引いてるだけで勝ってるみたいなやつになってない？大丈夫かな？ああ、最後に呪文か。まあ、メガゴにしようか、俺。ポイズンライトニング。まあ、ポイズン系すぎていいかな。オッケー、相手ファイボーだったんで、こっちのライドラとメガゴとあれが突破できないっていう。バルーンは積んでて、ラバも積んでて、まあ、ゴブジャイも正直積んでますよっていうデッキができましたね。さあ、ボラ出しましょうか、これ。まあスキルで反射されたとしてもこれタワー入んないんじゃねって思いたかったけど、入りそうか、さすがに。これフリーでいかれちまうか。ボーラが痛えか。でもこの後守れるもんね。これ守れるよね。あー、ラムイ。さては、あ、オッケーオッケー、ここまで行ってやっとか。とかか。いやー、めっちゃ止まってる。ポイズンの方が良かったってやつかな。まあメガゴは文句に反射されるし弱いんで、こういう時に雑に切っていきたい。でもこれは強い。ライドラがマジで偉い。これライドラピック、ライドラピックが世界変えてる。タルババで無駄なくね、無駄なく攻めたい。ファイボでしたと。文句いいな。文句ピックがちょっといやらしさはある。ただポイズン削りは超刺さる感じですけどね。文句、まあ、ボーラー逆に出しておくか。そしたらポイズンだけ出しといて、ラムライダーも出すか。でエレキとミニペだよね。くんねえか、無理か。こんな感じの呪文削りでいきましょう。ちょっと入る。まあリトルプリンスいけますやん。これ強いんちゃう？ポイズンまで使って、雪玉まで使ったらこのライドラがね、これが強いんですよ、このライドラが。エレキとソミニペ、これポイズンで削ると。いや、我ながらいいデッキだな、これ本当に。これは高めでメガゴでしょ。まあ、メガゴがねちょっとやっぱ門関心に弱いんで、まあ、ライドラ出してあげて、正直どうやって前突破できないと思うけど、今回はリトルプリンスを使っていきたい。スキル死に際に放った。これはもう攻めだな。
なんかね、こういうこともできる。はい、グッドゲームと。なんか、まあ、トリプルドラフトならではのこういう相手のデッキを対策しながらというか、幅を狭めていくみたいなね、ピックの仕方もあります。なので、よかったら今日紹介したいくつかのピックを参考にしてみてください。ということで、このスタンプね、みんな頑張って手に入れてみてください。以上、お釣りしまいまたねー。